俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、PUBG がですね、これでいつか来ると思ったんですけど、フォートナイトを訴えましたね。これ今出してるのが、韓国での記事ですね。韓国での記事です。何チカイトルかわからないんで、それを翻訳した記事を出しますね。はい、こちらですね、世界的に4200万が売れた、PC オンラインゲーム、PUBG を制作したブルーホールが、アメリカのゲーム会社エピックゲームズの制作した PC オンラインゲームのフォートナイトの国内サーバー、サービスですね、韓国内でのサービス中断を、要求されたようです。今まではですね、韓国ではそのフォートナイトが出てなかったんですけど、今年の1月かな、去年の1月かな、ちょっとわかんないですけど、どちらかでそのサービスを開始し始めたらしいんですよね。今年の1月ですね、サービスし始めたらしいんですけども、もう被ってるんでやめてくれっていう話を今されてるらしいですね。今回のこれに関しては、どうなるかわからないですよね。と、正直ですね、韓国のその司法っていうのは、若干ですけども、国民感情にのっとった判決を出すことが多くて、その大統領の件だったりとか、いろんな、裁判において、その国民感情を優先した判決、今までのその過去の例だったりとか、法律とかを下手したら無視するような判決を出されることが多いので、ワンチャンですね、フォートナイト側にその世論が向いたときに、PUBG が負けてしまう可能性というのも、ワンチャンあり得るかなと思います。ただ、その被っているところっていうのが、結構あって、僕が考えるだけでも、ゲームの根本的な部分、100人参加して、バトルロイヤルする部分ですね。アンチが近づいてくるとか、そういう部分だったりとか、一部武器の名称や見た目が被っていますので、そこら辺で、訴えて、有罪となる場合も大いにあり得ると思います。今回の場合、どこまでに偏っているか、という部分と、あと韓国での判決がどうなるか、どういう国民感情を煽ってくるか、という部分も、今回どういう判決になるかっていうのを推測する部分で、ちょっと重要になってきますので、現状で言うと 100% 有罪とは言い切れないですけど、結構怪しいかなとは思います。結構ですね、今 PUBG とか白猫とかですね、そういう問題が出てきてまして、なんでそんな物騒なことを言ってるのみたいな感じで、思わす人もですね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、あくまでですね、もともとはそういう風にやっていいことなんで、もともとはそうやってやっていいことなんで、今後、PUBG とかだったりとか、その白猫、任天堂のこと以外でも、そういうゲーム業界においての裁判の世界っていうのがなんかやってきそうだなと、僕はそんな感じがしております。ネット上でもそうですけど、そのオタクコンテンツって昔はですね、結構自由の効いたコンテンツだったと思うんですけど、やっぱ日本でもですね、ネットでいろいろすると犯罪になりますし、それでですね、人が死んだりとかも出てますんで、現実世界と大差ないですね。悪く言えば自由でない。よく言えばきちんとその秩序の取れた状態に向かっていくのかなと。それの流れに乗っ取って、こうやって裁判っていうのが今後繰り返されるのではないかなと思います。僕らもその生活する上でいろいろ気をつけないといけないなと思わせてくれるですね、事件が最近起こってるなと僕感じております。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。